オグド・ハーンは、モンゴルのハーン。モンゴル最後の君主。本名、ガワン・ロサン・チューキニマ・テンジン・ワンチュク。化身玉としての名跡は、ジェップ・ツン・ランバ・ホトクト・ハッセイ。チベット人。ロシアの代表的モンゴル学者ポズドネーフによれば、1870年、初めに出生したとされる。しかし、チベット語で表された早い時期の伝記によれば、1869年の、 旧暦8月にチベットのラサの近くで生まれたという記述がある。ジェプツンダンバホトクトを参照ジェプツンダンバホトクトという化身玉の名跡は17世紀にモンゴルの王子ザナバザルがジョナ南派の学者ターラナータの転生者として認定され、その後ゲルク派に改修したことにより始まる。歴代ジェプツンダンバホトクトはモンゴルを拠点に活動し続けた。また、 三世以降の転唱者は、チベット人から選ばれた。1874年、ガワン・ロサン中期には天神湾畜は、ダライ・ラマ12世によって、ジェブツンダンバ・ホトグト8世として認定され、1875年末に、家族と一緒にイフ・フレイに到着した。1890年、軍王ドルジパラムと対立した際、新朝皇帝は、ジェブツンダンバを支持し、 軍王はその借位を剥奪された。その後、ジェブツンダンバの誓願によって、ドルジパラムは借位を取り戻した。この事件以降、すべての王公たちは彼の指示に従うようになった、とされる。外、モンゴルが大モンゴル国となって新朝から独立宣言した際、ジェプツンダンバホトクト発イは外モンゴルの諸公に衰退されて、真剣政治を指揮。 1911年12月29日に不足意した。首相には王公の一人、トグスオチリン・ナムナンスレンを任じた。従来、ボグド・ゲゲーンと呼ばれていた八世は、以後、ボグド・ハーンと呼ばれるようになった。1912年には内モンゴルの諸公も起伏したため、南部教育安部大臣を設け、1913年1月には内モンゴルに軍隊を派遣して、 帝政ロシアの要請で撤退するまでは、内外モンゴルの統一を画策した。1917年の10月革命で後ろ盾だった、帝政ロシアが崩壊してからは、ナムナンスレンを赤軍と接触させて、協力を仰ぐも失敗し、1919年に中華民国軍にモンゴルを占領され、ボグドハーンは退位させられ、自宅南近下に置かれた。しかし、1921年に、 ウンゲルン男爵の軍がフレイを奪取する直前、ボグドハーンは自由の身となり福井した。ウンゲルン男爵の暴虐で人心が離反し、同年4月に、ボグドハーンも北京に支援を要請した頃、赤軍やモンゴル人民党、ブリヤート人革命からに指導された革命が起こり、1924年に死去するまで、立憲君主制の下で定位にあることを許された。ボグドハーンの死後、 共産主義政権はもはや活物の転奨を認めず、モンゴル人民共和国の建国を宣言した。ジェップツンダンパー発生の転奨問題について、人民革命党政権は、従来からのボグドハーンにまつわる伝承を用いて、第8代をもってこの補と,とは、転奨を終わると説明し、政府として後継者を捜索、認定しないのみならず、信者や教団による捜索、 認定も禁止しようとした。しかしながら、モンゴル国内の信者たちや、チベットで独自に転生者を探す動きが見られた。モンゴル国内では、1926年に、ジェップツンダンパー発生の元側近ン,ンドンが、ボグドハンオールアイマク幕のヨンオール保障の一夫人、ツェンドジャブの子息を発生の転生者として、擁立しようとした。モンゴルの人民革命党政権は、 モンゴル国内におけるこの種の動きは阻止できたが、チベットのガンデンポタン摂政政府による認定は阻止できなかった。この時、認定されたジャンペルナムドゥル中期限前については、モンゴル国で社会主義一党独裁体制が崩壊した後の1990年、当時のオチルバト大統領からの紹介に対し、チベット亡命政府のダライラマ14世が改めて、 ジェプスンダンパ旧世としての認定を行った。晩年は、モンゴル国籍を取得し、モンゴルとインドを行き来していたが、2012年3月1日に、宣言した。天神ドンドグラムジェプスンダンパホトクト発生は、僧侶にもかかわらず、天神ドンドグラムという名のエヘダギナとして知られていた妻をめとっていた。彼女は1923年に死去した。 ボグドハーンの冬の離宮は保存され、今は、ウランバートルの観光名所となっている。ありがとうございます。